皆さん、こんにちは。ティンダーメン役場金次郎です。バンダイ、新潟県、新潟市のバンダイの方のお店をちょっと、はい、こちらは食堂ですね、こっちは。お買い物できる場所を今探しています。はい、こちら、バンダイ島鮮魚センターですね。ちょっと鮮魚センター入ってみたいと思います。いろいろ魚ありましたけど、私買ったのは、袋でちょっと出しますね。いろいろお魚ありますけどね。はい。バスターミナルのカレーですね。ちょっと気になりました。はい、それ。ここピアバンダイマルシェ、ピアテラスというお店。ピアバンダイ、はい。いろいろあって、回転寿司はいろいろありますね。ちょっとこちらにも自販機、寿司の自販機、弁当の自販機。ここ景色が見える場所ですね。ここは、はい。ちょっと入ってみると、お、ベジタブルマーケット、野菜マーケットのところですね。ここバーベキューができる場所ですね。はい。ここはバーベキューができるところですね。はい。いい場所ですね。ここは、はい。ちょっと野菜の方入ってみたいと思います。はい。なお、バーベキューは予約が来ます。ここは確かにバーベキューのお肉買えますね。こちらも何かイベントでしょうか。牡蠣もあり、ホタテもあります、ね。こちらはステーキのお店ですね。はい。こっちは回転寿司。ここ回転寿司は本当人気ですね。はい、無料休憩所のピアテラスまでもう少しです。お、何の行列？やっぱり寿司の行列ですね。やはりここ人気。あそこは鮮魚丼屋。うん。ピアテラス。こっちは何かの、あれか、カフェか。ベーカリー。ここですね。そういうわけでいかがでしょうか。はい。ここバンダイいいですね。はい。バンダイ島の例のお店。本当に最高です。また行きたくなりました。というわけで撮影はここまでにしたいと思います。もう今日は子供の日だから子供連れもいっぱいですね。バイバイ。